皆様ご一緒に熊に見えるか試しましょうのコーナー。天神橋6丁目、天神橋6丁目。はいどうも、ポンポンです。天満の駅から徒歩1分で来れる田島屋さんにやってまいりました。田島屋さんです。実はこちらの昆虫杯で突き出しの枝豆、みょうがの酢味噌、スタミナ焼きを注文しました。はいどうも、昆虫杯です。ポンポンだけにご自宅で飲まれてる方も一緒に飲みましょう。お疲れ様です。乾杯。普段あのポンジュースを家でも飲んでるぐらいなので、あのめっちゃ好きなんですよ。大好きなチューハイとポンの組み合わせ最高です。ではこちらのあっさりみょうがの酢味噌いただきます。みょうがと酢味噌、思ってた以上に酸っぱかったです。でもみょうががシャキシャキ、すっごいシャキシャキいます。お酒のあてにぴったりです。あのみょうがの酢味噌めちゃくちゃ酸っぱいので、チューハイにというよりはあのビールに合うと思います。ちみちみ食べるのハマりますね。続きまして、田島屋さんの4大名物の一つ、スタミナ焼きです。たっぷり野菜のスタミナをいただきます。いただきます。濃厚な味で美味しいです。私結構もやしとニラの量が多いと思ってたんですけど、めちゃくちゃお肉の量が多いです。だいぶスタミナをつけれる量のお肉が入ってます。380円の量ではないですね。めちゃくちゃボリューミーです。私この動画撮るときに何度も天神橋筋商店街を噛んだんですけど、皆様噛まずに言えますか？皆様ご一緒に噛まずに言えるか試しましょうのコーナー。天神橋筋6丁目、天神橋筋6丁目、天神橋筋商店街、天神橋筋商店街。ではこちらで昆虫杯一杯と、あと突き出しとみょうがの酢味噌、スタミナ焼きを注文しました。では今日のせんべろはどうなったでしょうか。こちらの田島屋さんでせんべろしてきました。合計1200円でしたので、ギリギリせんべろ成功となっております。初めてのポンチューハイが飲むことができて大満足です。ではいつも、コメント高評価いただきましてありがとうございます。またぜひ、チャンネル登録コメント高評価よろしくお願いします。